テちゃん可愛い,いただきまましてありがとうございいす地獄しちゃったテープロートいやいや急に始めちゃってすいませんほんとにギリギリ間に合ってよかったです今日すいませんね少しだけ今日だからごめんね日付越えて皆さんのカウントをもらう形になるんですけど明日はねいっぱい配信できますから。 最終、はい、日全力で皆さんと楽しい一日を過ごせるように頑張りたいと思います皆さんは今日どうお過ごしでしたか今日は赤島ピザを食べましたピザです <laughs> 美味しかったですなんかマルゲリータかなあ違うか3種のチーズ が乗ったピザにはちみつをかけるっていう儀式を行えるなんかおいしいやつでしたよはいそうですね まだハロウィン気分なのでハロウィンのやつにしておきますクワトロフォルマッチっていうのそうなのお金な,なんか蜂蜜をかけるっていう蜂蜜なんだと思って「ててちゃんありがとうございますありがとう」「クワトロフォルマッチ」っていうのかんないなんか目の前にあったので食べました え貝島さんのことを考えた一日でしたら嘘ですごめんなさいえっ、ね、<laughs> なんかいっていう嘘なんかいしばらくハロウィン今ちょっくらピノを食べてしまいましたヘトヘトなので今日は明日しっかりね配信いたしますねちょっとちょっとショックちょっと悲しい今日配信できなかったことが。 悔しいですすいません <laughs> でもみんなとここで帰ってこれてよかったあやのこと考えながらスプラは待って待スプラスプラやりたいカジュアルのこと1日3分ぐらい考えたってうわ嬉しいもともとさショールームを始めて毎日始めた毎日やろうって決めたきっかけもみんなに「 あの何,あの何一日になんていうの頭によぎってほしくて一日に返しも頭によぎらせたくてあこれ姉ちゃんがお風呂入ってるんですってだけなんで <laughs> ごめんね今ねラジオ配信だからあの洗面台の前で言ってます 洗面台の前っていうと洗面台の前でやってるんだけど洗面台の前はお風呂なのよお風呂が近いのよって感じかめっちゃお風呂の音聞こえてるごめんすいませんそんなに近いわけじゃないけどねお風呂とゆい太郎ありがとうございます すごいお風呂って言ったら、もうみんなめっちゃびっくりする。みんなお風呂入るよ。飼 <laughs> い主のお風呂待ってる猫みたい、ね。いや、いやだ、ね、姉ちゃんのお風呂なんて、マジでたくないよ。早く出てって感じ、うん。こんばんは。焼肉が食べたい。<laughs> 純粋に。 気食べたい上司の目を盗んで仕事中にいのウンを見てるってやばありがとうなんか少しでもそれでなんか頑張る糧にな頑張るなんか力になってくれたらいいなって思っちゃ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 ちょっとでもなんか一日に鹿島のことを考えてくれるってる方が いたらいいなか <laughs> それめっちゃ嬉しいことだと思う本当にうん本当に嬉しいことだよそれはてっちりありがとう 目を盗んんで見ていいいる。なんかいいね。もちろんその間は手が止まるので能率が下がります <laughs> コンビニでカヌで見るために思い出すってカヌで思い出す <laughs> 今日カヌレ食べました <laughs> このポリスの川島さん好きですってわなんかポリスめっちゃさあの何好評で嬉しいあやたんの証ありがとう 今スマホ見る時間ないけど、うわ、嬉しい。私のことめっちゃ考えてくれてる。やんありがとう。俺の、俺も、あやに、あ <laughs> やって呼ばないでください。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョナソンだって。あや、ジョナソンめっちゃ行くよ。ゆいたろう。私もこのポリス好きやって。うわ、嬉しいです。私の、このポリス欲しくなった。ゆいたろう。ゆいたろう、私のこのポリスの服欲しくなった。たなった。なったどうかなた。 こんばんはこんばんはカジポリスですカジポリスこんばんはこんばんはヒラリンさん神島警察あいそうなんです一日警察署も夢じゃないあできるかな一日警察署長ってさ何するんだろう教えて教えてよ神様私が今歌うこと そしてにそとて君と出会う瞬間、地球の片隅でこの歌が生まれた意味恋は旋律に耐えられて初めて歌になって言語の壁を越え灼熱の街の君にミくッ豪華な温暖の街の君にミく他のショールーム見てるんを監視してる歌手の察ーですよ うちって結構メンヘラななのかなどうなのどうなんだろうでもうちねあの今度波動っていうアプガニキであのメンバー同士で対決するイベントがあるんですよ皆さんにね私のことをとっても応援していただきたいんですなんかちなっちゃんがね私と同じチーム2人でやるんだけど ちなっちゃんが他のこと練習してたって聞いたらめっちゃ嫉妬したえうちのことを考えてやってくれなかったのって思ってねえめっちゃうちめんどくさくないごめんなさい家事用紙の太田さん簡単には渡さない的なてへてへ結構てへてへてへ最近よく会いてるさんがやってるそうそうそう,そう私別のお仕事で 別の仕事で私行けなかったんですよ私だけいけなかったんですよそうそう私意外とそういうことを思うんだって思ってちなっちゃんがさなんかさあみちゃんと練習してさやってたらしいよそうそう完全にあみちゃんと一緒にやるつもりでるやんうちのことを第一に考えてってそれあみちゃんは敗者復活敗者復活でさあみちゃんと誰かが組,、ま、組むんだけど 亜美ちゃんとやる気でいるんだよ「え、ミーハートありがとうございます」そうでも美ちゃんもさそしょうがないの一、ね、人誰が来るのか分かんないってめっちゃ不利だよねそれもめっちゃかわいそうか私が行こうと思ってたのにだからちなっちゃんに言ったのうちのことだけ考えてってうちのことを二の二の 2, 2番目の女だと思ってるって 言ったんようちと負けてもあみちゃんとできると思ってるでしょって言ったんよ重いね私あフフフフめっちゃ「お手のありがとうございます」言ったんよ7月笑って笑ってて「だからライン見せて」って言って ちょっとラインミスでやってアミちゃんだろラインミスでっててどういうこと ?2 人で会うってどういうこと見分かんないんだけどうちでこれやらなく,くれたってよくないちなみにゆりちゃんがあみちゃんとちなつが練習したってことを言ってたって聞いたんですだからそれ一言言ってくればよくない アミちゃんアミちゃんと練習するねって一言くれればさ私だってさなのにさ2人でさめっちゃさ仲良くさやってるわけ嘘嘘 <laughs> さこれは嘘これは嘘これは嘘だけどこれは嘘だよ全然いいんだけど,全然いいん,だけどなんかさう,うちちょっと2番目の女じゃんと思って。 めっちゃ面倒くさいじゃんうちめっちゃおもろくないなんか私面倒くさいなってすごい思った軽くネタは挟んでるけどねこれはうんだからやっぱうちはねあれなんだよナンバーワンじゃなくてオンリーワンになりたいってマジだで嘘嘘っちょっと言い過ぎちゃったそ,れそんなに思ってないけどうんそういう話をしたよって話でした うち重いんだ絶対絶対対重重いんだうち重いんんだだうちやっぱりしかもうちめっちゃ気,気がさもう立っちゃってるからさめっちゃ強く言うちゃうねえどうやったうちのことだけ考えて言って言ったじゃんめっちゃ言いそうじゃない <laughs> やだもう嫌ですすいません本当にわし温厚そうに見られがちだけど重いらしいでへっ とということでちょっと今日も日付が変わってしまいました。特別なオンリーワンえっとえっと僕どうなったんな歌だったっけ?「そうさ僕らは」世界に一つだけのあやき一人一人違う。 綾を持つ「そのあやを探かせることだけ」「一生懸命になればいい」 小さいあやや大きなあや一つとして同じものはないからナンバーワンにならなくてもいいもともと特別なおリはあややの店先に並んだいろんなあやを見ていた 人それぞれ好みはあるけどどれもみんな綺麗だねその中で「いいが誰が一番だなんて」「争うこともしないでバケツの中誇らしげに」 ちゃんと胸を張っているそれなのに僕ら人間は一つとして同じものはないからナンバーワンにならなくてもいいもともと特別なオンには本当にいい曲だなこの曲って本当になんかめっちゃめっちゃ きゅってなったね今どこを飛ばしちゃったんだろう私一番やりたかったところできなくなっちゃった一番やりたかったっことこ飛ばしちゃったよねルルルこれみんなの歌に入ってたよね ありがとうございます。あ,ーありがとうございますおトゥーありがとうございいますということで15分経過いたしました。皆さん今日もすごく短い配信になってしまったんですけども明日しっかりね配信しますのでどうか応援の方よろしくお願いします。たくさんの応援ありがとう。ターボハートありがとうございます。ありがとね。ありがとうございます。 今日ちょっと早いんですけど、この辺で終了させてください。ありがとう。ゆっくり休みますね。ありがとうね。<laughs> ありがとう。うそれでは、皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。お手を配し白星の衣装です。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。ターボをたくさんありがとう。 ターボーありがとうめっちゃくれてるターボーターボーのアイコンが好きだよめっちゃあのちょっと私に似てるやつね <laughs> ありがとうございました